その日、人類は思い出した。奴らに支配されていた恐怖を。鳥かごの中に囚われていた屈辱を。巨人だ。あれから2年、シガンシナクを出た3人は第104期の訓練兵となり、教官に鍛えられる毎日を送っていた。どうした？第104期訓練兵団、ここには役立たずしかいないのか？立体起動装置を扱えない奴はおとりにも使えん。他の連中も聞いておけ。今の貴様らはせいぜい巨人の餌になるしかないただの家畜。そんな貴様らに我々が巨人と戦う術を叩き込んでやっているのだ。餌のまま死にたくなければ必死に食らいついてこい。次、用意はいいか？この装置を使いこなせるようになれば巨人どもなんて敵じゃない。俺は強くなる。巨人を一匹残らず駆逐してやる。まずは立体機動術の基本、移動からだ。立体機動装置で目標地点まで移動しろ。これができなきゃ話にならねえ。やってやる。ガスを吹かせば高速で動くことが可能だ。限りあるガスを有効に活かせ。戦闘中にガス切れになったらまずいもんな。ガスの残量に注意しておかねえと。立体機動をうまくこなせなきゃ巨人なんか相手にできねえぞ。よし、いいだろう。これで貴様らでもおとりくらいは務まるはずだ。次は巨人を模した目標に対する攻撃訓練だ。まずは小さい巨人からやってもらう。巨人の弱点部位は理解しているな？そこに狙いを定めて確実に攻撃を当てろ。戦場でそのざまではすぐに巨人の胃袋行きだぞ。
次は大型の巨人に対する攻撃訓練だ。消耗する。刃の乾燥とガスの補充は戦闘に必須である。以上を踏まえ実戦を想定した訓練を行う。各自判断して必要があれば補給しろ。訓練兵、刃とガスはここで補給できるぞ。足りなくなったらすぐにここへ来い。目標が複数体出現する。時間内に可能な限り多くの部位を攻撃しろ。よし、他の奴らより早く目標を見つけて部位を片っ端から削いでやるぞ。俺が先に目標を見つけたら横取りすんじゃねえぞ。意外とぬるいことを言いますね。じゃん、獲物を奪うのに作法が必要ですか。そうだ、取られるお前が悪い。
終了。今回の訓練の最優秀成績者を発表する。エレン・イエーガー、お前が1位だ。やった、やったぞ、1位だ。おのおの今回の結果を踏まえ、さらに訓練に励め。解散。エレン、立体軌道のコツはつかめたか？いや、対人格闘術ならライナーに負けねえけどな。お前だって兄に投げ飛ばされてただろ。なんならまた投げ飛ばしてあげるよ。兄はいつもクールだな。対人格闘術なんて点数にならねえんだ。どうだっていいさ。じゃあそんなに点数が大事かよ。当たり前だろ。憲兵団に志願できるのは成績上位10人だけなんだ。俺たちは真面目に訓練をやり抜いて内地で快適に暮らすんだな。のう？あ、いや、僕は何のための訓練だと思ってんだ、クズが。なんだと？二人とも落ち着きなよ。巨人から遠ざかることしか考えてねえ兵士なんている意味ねえだろ。俺は現実を見てるだけだ。お前みてえな死に急ぎ野郎とは違うんだよ。エレン、やめて。くそ。おい、ちゃん。お前の志望は調査兵団だったな。ああ、俺は調査兵団に入ってこの世から巨人を駆逐する。その後も第104期訓練兵たちは厳しい訓練を耐え抜き、卒業の日が近づいていった。3年間の訓練を終えた第104期訓練兵はついに卒業の日を迎えることとなった。心臓を捧げよ。はい。本日をもって訓練兵を卒業する貴様らには3つの選択肢。壁の強化に努め、各町を守る。駐屯、犠牲を覚悟して壁外の巨人領域に挑む。そして王の下で民を統制、秩序を守る。無論憲兵団を希望できるのはクリスタ・レンズ、サシャ・ブラウス、コニー・スプリンガー、マルコ・ボット、ジャン・キルシュタイン、エレン・イエーガー、アニ・レオンハート、ベルトルト・フーバー、ライナー・ブラウン。
主席ミカサ・アッカーマン。やっとここまでたどり着いた。今度は俺たちが巨人を食い尽くしてやる。マルコ、これで一緒に憲兵団に行けるな。内地での安全で快適な暮らしが待ってるぜ。ああ、王の近くで仕事ができるなんて。まだお利口さんをやってんのか。言えよ、ほんの。おい、ジャン、お前おかしいとは思わねえのか。巨人、今さら何言ってんだ。これが現実なんだよ。俺のためにも。4年前の作戦で人口の2割以上失って答えは出たんだ。勝てないと思うから諦めるのか。それは巨人に対して無知だったからだ。お前は何十万の犠牲で得た戦術の発展そんなに外に出たいなら俺は巨人を駆逐して。マリアが突破された。どうしてこんな目に。あいつらこの世から駆逐してやる。一匹残らず。
次の任務は。おい。調査兵団にするって？こう、エレンの昨日の演説が聞いたみたいね。うるせえ！俺は自分で決めたんだよ。あの、皆さん、長官の食糧庫から。そうそう！お前、独房にぶち込まれたいのか？大丈夫ですよ。後で。ウォールマリア奪還の前祝いにいただこうってわけか。よし、俺もその肉。私も食べるから取っといてよ。お前ら、あれから5年経った。人類はようやく尊厳を取り戻しつつある。勝てる。人類の反撃はこれからだ。訓練通りやれば十分巨人と戦えるぞ。
動きぞ。やがれ。一人でやれんのか。どうだ。エレン、一人で戦うなんて教わっただろ。俺も一緒に戦うぞ。私も行きますよ。このでけえ怪獣が。俺とサシャで奴の注意を引くんだぞ。エレン、お前は同じを狙え。わかりました。よし、行くぞ。どうだ。分かった。落ちろ。コニー、サシャ、ありがとうな。おう、みんなでやればなんとかなるもんだな。もういいだろ。壁に穴が開いちまったんだ。これ以上ここにとどまるのは無意味だ。いや、まだもう一匹いる。なんだ。目標、壁外正面、超大型巨人。マジかよ。これはチャンスだ。壁を壊せるのはあいつだけだ。あいつさえ仕留めれば。5年ぶりだな。こいつ、さらに壁を壊す気だ。超大型巨人が消えた。エレン、お前が倒しちまったのか。違う、5年前と同じだ。あいつは突然現れて突然消えた。すまん、逃した。何謝ってんだ。俺たちなんて全く動けなかった。何してる。超大型巨人出現時の作戦はすでに開始している。直ちに本部に戻れ。はっ！
これって…なんてこった…くそ…それでは各班に分かれ、巨人の掃討を行ってもらう。中衛を支援班が率いる訓練兵団。なお伝令によると、先見班はすでに全滅したとの外門が突破され、巨人が侵入。住民の避難が完了するまで、ウォール・ローゼをし…はぁ赤マン、お前は後衛部隊に入れ。待ってください。おいミカサ、人類滅亡の危機だぞ。悪かった。死なないさ、この俺はまだ。なあアルミ、こりゃいい機会だと思わねえか。調査兵団に入団する前によ、このウイジンで活躍しとけば、俺たちは新兵にしてスピード昇格間違いなしだ。ああ、間違いない言っとくけど、今期の調査兵団志願者はいっぱいいるんだからね。誰が巨人を多く狩れるか勝負だ。数をちょろまかすなよ。34班前進、前衛の支援につけ。よし、行くぞ。おう、状況は？先見班はどうなっているんだ？アルミンとはまとまって行動した方がいいな。
街中に巨人が入り込んでいる。くそ、俺たちで倒すぞ。あれは救援要請か。
だが本部にまで。まさか前衛の先輩方はやられちまったのか。本部はなんとか無事だね。補給を急ごう。戦果だよな。僕もやってやる。総崩れじゃねえか。決して楽観視していたわけじゃなかったが、これはあまりにも。飛行士だ。何しやがる！待ってやがれ！よきもっと話すわ！やめて！やめてください！
こんなところで死ねるか。アルミ、お前が教えてくれたから俺は外の世界へ。